チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山拓英でございます。今回も前回に引き続きまして、ノルウェー王女のご結婚の問題と皇族の結婚というのがいかにあるべきかということを考えてまいりたいというように思います。この8月31日にノルウェー王女マッタ・ルイセ王女が霊媒師とご結婚をされる、結婚式をなさるということがございました。正式にそのことが全世界に向けてですね、布告をされたという形になったわけなんです。前回から解説をしております通り、日本の女性皇族はご結婚をされればですね、これは親戚降嫁といいまして、皇室の身分から離れられます。そして一般人となられます。現にですね、2021年の眞子さまがご結婚をなさった時にはですね、皇室から離れられまして、今一般人となっておられるということからも分かるように、これを親戚降嫁と呼ぶわけなんですね。制度的にこれは日本がですね、ずっと守ってきた不文法でもあるわけなんです。しかしノルウェー王室のようなヨーロッパの王室では、このような親戚降嫁というような仕組みがございません。ですから、このマッタ・ルイセ王女もご結婚されたとはいえですね、王族王女のままであります。それどころかですね、結婚した相手方の霊媒師も王族の一員として迎えられるんです。殿下と呼ばれるようになるわけなんです。ですから、この KK 氏が殿下と、KK 殿下と呼ばれるというのと同じことがですね、このノルウェーでは起こっているということなんですね。当然これに対する批判というのがもろもろあるわけなんです。ただし今後、今申し上げるような女性皇族が親戚降嫁をされるということにならない形になる可能性も実はあるわけなんですね。それは事実上の女性宮家の創設ということが、この2021年の12月の21日に出された、政府有識者会議の答申からもですね、分かるように、こうしたその事実上の女性宮家を創設をするというような方針からもですね、明らかなことだろうと思います。この答申の中では皇族減少に対する具体方策としてですね、女性皇族が結婚後も皇室にとどまるという案が報告をされているというのは、もう皆様もご案内の通りだと思います。で、この案がですね、法制化されるということになれば、例えばですよ、愛子内親王殿下や佳子内親王殿下のような女性皇族がご結婚をされたとしても、これまでのような眞子さまのようにですね、親戚降嫁されることなく皇族であり続けるということになるんですね。ただですね、大事なことはその場合にも条件がつけられているんです。相手方の一般人男性は、これはもちろん皇族にはなりません。ですから殿下にはならないんですね。女性皇族の配偶者は皇族の身分を保持しないと、このように答申の中で記されております。さらにもう一点あるんです。その子も皇族とはならず、したがって皇位継承権を持たないこととするということも規定をこの答申の中でされているんです。つまり、例としてですね、佳子内親王殿下のことを、例ととりますと、もし佳子内親王殿下が一般人男性とご結婚された場合ですね、佳子内親王殿下は皇族のままですよと、そのご結婚された一般人男性は、これは今まで通り一般人男性ですよと、お子様が生まれましたと、
そのお子様はこれは皇族ではありませんと、一般人ですという話なんです。だから同じ家族の中でですよ、女性だけが皇族の身分をとどめていると。しかしその子供とか配偶者はこれはもう全部皇族じゃない、一般人なんだという、まあ、一種この分裂的な状況が起こっているんですけれども、同じ家族の中でね、皇族と一般人という、しかしこの、一般人男性を絶対に皇族にしないという規定がきっちりとこの答申案にも盛り込まれておるという、ここなんですね。ここがやっぱりポイントなんです。ここまでしてですよ、一般人男性を皇族として受け入れず、その子もまた皇族としないとするのは、これは皇室が破壊行為にさらされたり乗っ取られたりするということを避けるということ、まあこの男系継承の理屈を守るということ、まあ、これを徹底しようという狙いがあるからなんです。まあ、有力なその一般人男性、非常に力のある一般人男性が皇族となってですね、この皇室をかき乱すというようなことが決してないようにするためにですね、まあ、こういう一般人男性を中には入れないんだという規定を設けているということなんですね。まあ、過去ですね、この皇族は一度たりとも一般人男性を皇族に迎え入れたことはないんです。男系継承の理屈によって皇族、皇室はこれは男系によってしか継承することができないということの中でですね、女性皇族のお子様が、一般人男性とのお子様がこの皇族になるということは、これはできないという規定にこれなっているんですね。まあ、ノルウェー王室にはこういう日本の皇室の慎重さや歴史的な知恵というものがないんですね。だから容易にこの乗っ取りにあってきているんです。で実際ですね、ヨーロッパの王室というのはもうハプスブルク家が乗っ取り作戦をバシバシ仕掛けて行きですね、各国のこの王室王朝を乗っ取っていき、あのような巨大ハプスブルク帝国になったわけですよね。女系をあれは認めてるからなんですよ。それで乗っ取っていったわけです。有力なそのハプスブルク男性が他国の王女と結婚をしてですね、子供を産ませて、その子供を王位にすることにつけることによってですね、ハプスブルクというのは帝国を拡大してきたという歴史があります。でそういうことを絶対させてはならないという不文律が日本にはあったんだけれども、まあ、ノルウェー王室ね、ヨーロッパ王室には先ほどから言うようにないんです。だから簡単に乗っ取られてきたんです。まあ、王室や国民が望まぬ一般男性が婚姻によって王室に入り込むということを防ぐことができなかったと、ヨーロッパではこういうことが言えるというように思います。男系男子継承のこの原理なんですけれどもね、まあ、これをですね、よく死なの封建的遺物という言い方をする人がいるんですけれどもね、この男系男子継承というのはですね、これは別にシナにだけ、限った封建的なものでもありません。実はこれヨーロッパでもですね、本来この男系男子の継承の理屈というのはずっと続いて、いるんですよね。ヨーロッパだけじゃありません。もちろんアジアでもそうです、アフリカでもこういう男系継承、中東でも理屈というのは実はこれしっかりとあるんですね。でそれはどういう理屈かと言いますとですね、女性というのはこれはもう原則平和な人というようにみなしますよと、まあ、そうでない人もいるんですよ。そうでない人の例をですね、またあのメーガン妃なんかはそうだと思いますけれどもね、また後日会を改めて言いますけれどもね、まあ、一応ですね、この女性は平和者であると。で一方男性はですね、これは征服者であるという、そういう世界観、そういう捉え方をずっと
その歴史の中で各国がそれをしてきたわけです。男性は征服者であると。それなぜかというと、男性は武器を持って戦いますよね、戦争しますよね、馬に乗ってですね、外地に行って征服をしに行きますよね。いや、それは女性だってその、馬に乗ってね、刀を振り回してた人がいるかもしれないけれどね、それは特殊な人 ですよね。普通ですね、刀を振り回して他国を征服しに乗っ取るのは、これは男性がすることなんです。ですから男性は潜在的な、これは征服者であるという、こういう考え方なんですね。でそこからまあ男子を危険視をし、男子を王室や皇室の中に入れないと、彼らを入れると何をするかわからないという、こういうある意味男性不信の世界観から生まれた原理なんですね。これがまず一つです。男系継承がこの万国共通でね、継承されてきたことの理由、歴史的な理由の第一です。それからもう一つ、第二の、理由はですね、今女性が平和者であるということを申し上げました。そしてね、女性がか弱い存在であるという、こういう意識がやはり歴史的にあったんです。まあ今ではそうではないですよ。今では別にそのか弱いわけでも何でもない。私もですね、この女性が社会に進出するというのは私は大いに賛成なんですね。まあ私は保守でありますけれども、この男女共同参画社会にですね、能力のある女性がどんどん活躍をしていってくれればいいというように、私はそこはですね、非常にリベラルに考えている人間なんですけれどもね、まあ、決して女性がその家事をだけをしていればいいなんてね、家庭の中に閉じこもっておればいいなんてなことは全然思いません。ただまあ歴史的にね、女性がまあ男性よりも力が弱くてですね、か弱い存在であるという一般理解があったということなんですね。男性が女性を守ってあげなければならないんだという、そういう発想も歴史的にはあったと。もう今は そうじゃないんですよ。もう繰り返し言いますけど、今は全然そんなことはないです。そんなことはないけれども、歴史的にはそういうことがあったと。でその女性に重責を負わせていいのかという考え方があります。例えば、まあ、王というこの重責、天皇という重責、皇帝という重責、この重責は本来ならば進んで男が追っていくべきものなんだと、まあ、どうしてもそのお世継ぎがいないという場合はですね、まあその女王というようなこともあったかもしれません。日本の天皇でも女帝というのがおられたわけですね。ただ原則男がいるのに、あえてその女性にそのような重責を負わせてはならぬという、こういう一般理解があった。こういうところから、まあ、男系継承ということがですね、まあ、不分立的に継承されてきたという点が私はあろうかというように思います。このシリーズではですね、さまざまな角度から王族や皇族の結婚ということを考えてまいります。今ですね、男性の危険性ということに焦点を当てておりますが、同時にこの女性の危険性ということもございます。これ1回でこれ全部言えませんのでね、またこれ回を追ってさまざまなその他のですね論点、まあ、いろんなこの捉え方見方があると思うんですけども、まあ、これをですね包括的にシリーズを続けて見てまいりたいと思いますが、まずは今日はここまでのところを、この男性が危険な存在である、野蛮な存在であると見なされたという歴史経過があるという点を頭に入れておいていただければというように思います。さらに後半ではこの問題について深掘りをしてまいります。今回もご覧いただきましてありがとうございました。